今回は高句麗、百済、新羅が争った三国時代、新羅の都崑崙で起きたピダムの乱と二つの城を紹介します。新羅初の女王、孫独女王時代の647年正月、貴族のピダムとヨムジョンは、女性の王では国をうまく治めることができないとして、クーデターを起こしました。この時、女王と将軍の湯神らはウォル城に、ピダムとヨムジョンらはミョンファル城に陣を置いて対峙しました。ウォル城は三国時代から統一新羅時代まで王宮があった城で、全長 1.8km の城壁が残されています。発掘調査が行われ、土器や瓦、木簡、鉄器などが見つかっています。ミョンファル城は海抜 259m のミョンファル山に築かれた山城で、その城壁は全長6キロに及びます。北門周辺からは7世紀のものと思われる瓦が大量に見つかっています。ピダムがいた当時、北門は瓦葺きの立派な楼門だったのかもしれません。1988年に見つかった6世紀の石碑ミョンファル山城削城碑には、高さ14メートル、長さ21メートルの城壁を35日で築いたと記されています。湯神らの働きにより、ピダムの乱は10日余りで鎮圧されました。しかし女王は反乱の最中、1月8日に亡くなりました。その後、新羅がどうなったのかについて解説します。ピダムの乱の翌年、新羅は唐と同盟を結び、高句麗、百済に対抗しました。660年に百済を、668年に高句麗を滅ぼしました。ところが、670年になると唐と対立し、一進一退の戦いを繰り広げました。676年、唐が朝鮮半島から撤退し、朝鮮半島初の統一国家を築いたのです。